スのブレスは全てを焼き焦がす。身を隠せ。日が沈み、君たちは焚き火を囲んだ。明日に備え、しっかりと腹を満たしてくれ。お楽しみの時間ね。故郷の料理を思い出す味だ。人を笑顔にするのだな。うまかったよ。食事を終えた君は体を休めるため横になった。明日もまた危険な冒険が待っている。
日が沈み、君たちは焚き火を囲んだ。明日に備え、しっかりと腹を満たしてくれ。問題ない。興味深い。こういう味もあるのか。食事を終えた君は体を休めるため横になった。